我が国の安全保障を考えるならば、はじめましての方もご常連の皆さんも、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。この番組はイラッとするニュースも笑い飛ばす余裕こそが日本人の底力だと、その信念のもとに各所にネタを仕込んでおります。そこからふざけるなとのお叱りをいただくのですが、お言葉を返すならば、この私真剣にふざけております。しばしお付き合いいただければ幸いです。さて、この番組の YouTube 版での配信日の10月3日は、南国の建国を記念する回転節ケンチョンチョルという祝日だそうです。何でもダンクン神話に基づいて、そのダンクンさんが即位されたことを天に感謝する日だとのこと。もともとは旧暦の10月3日だったらしいのですが、大韓帝国ができた1949年に新暦に切り替わったとウィキペディアにはあります。実に顕著なようなお国柄ではありますが、この10月3日に南国の保守派というか現実派というか元軍人などが集まって反ムンジェインのデモを100万人規模で行うと噂されております。果たしてムン・ジェイン大統領はどうなるのか。疑惑の玉ねぎ男ことチョ・グック氏は果たして。知らんがな。香港では学生が警官に胸を撃たれるなど、かなり緊迫した局面になっており、中国ではアメリカに届くミサイルを軍事パレードで見せびらかしてみたり、そして米国もミサイル発射とやらかしております。我が国の安全保障を考えるならば、今は南国以外に目を向けなければならないのですが、とはいえ南国からも目をそらしてはいけないのは南国そのものというより、南国のアス工作員と思われる人たちが国内にいるからです。令和元年10月2日に米国がミサイル発射したことをまず発表したのが日本の海上保安庁、続いて防衛省、その後に発表したのが南国、そして今この南国はジーソミアに基づいて教えてミサイル情報教えてとねだってきております。知らねえよと言いたいところですが、11月の22日までジーソミアは結ばれている状態なので、我らが日本人は約束を守るので教えてあげるようです。そもそも南国は偵察衛星を持っていません。またレーダーで監視するにしても、近くのものはそれなりに見えるようなんですが、遠くに飛んでっちゃうとレーダーでは追い切れない。なぜなら地球は丸いので、水平線の彼方に行っちゃうとレーダーで追い切れないんですね。その点日本は日本海を挟んだこちら側から全部監視することができます。これを昔懐かしい8時だよ全員集合のドリフのコントに置き換えると、南北はそれぞれ舞台に上がっている人、我々日本人は観客席でそれを見ている側。すると舞台袖からススッと現れた怒りや長介に我々は気づく。そこで志村後ろ志村後ろというのですが、舞台に立っている人は見えない。もちろん舞台で近くで見ているからこそ分かることというのもあるのですが、ジーソミアはそうした位置関係の違い、立場の違い、装備の違いを補うためにあって、どちらかといえば南国を助けるために結ばれていた協定です。あ、まだまだ結ばれているようです。もっとも米国のミサイルについては日本も観客席にいる場合ではありません。明らかなる安保理決議違反なので、国連方面に行って正しく批判するなど手を打たなければなりません。なお今回ぶっ放されたミサイルは SLBM といって潜水艦から発射されたものとされますが、元潜水艦乗りで海将まで務められた伊藤俊幸さんは、北朝鮮に高度な潜水艦を作る技術がないと各所で指摘しております。そこから潜水艦から撃った手入れ、つまり何がしかの実験的な形で SLBM っぽいものを打ち上げた、その目的は米朝実務者会議の前に俺たちやってんだぜというアピールをするためだったのではないかと見られております。これについては発射翌日の10月3日の人気番組真相深入り虎ノ門ニュースにて、第5代幕僚長をお務めになられていた河野克俊さんは、
SLBM を運用するには原子力潜水艦でなければ無理なので、仮に SLBM を開発していたとしても今すぐ運用できるものではないとご指摘されておりました。と同時に油断してはならないとも添えておりました。その通りです。ミサイル開発を続け、ある程度の核兵器の小型化に成功したというのが大方の軍事筋の見立てで、北朝鮮の脅威とは今ここにある危機なんです。ましてや未だに拉致被害者を返す気配すら見せていません。そこで我が国が今取り組むべきことは、国防にしっかり備えるとともに、日本が普通の国として行動するための憲法改正です。と同時に、我々一般国民が今やっておかなければならないのは、国内にいるオス工作員とオスデュープスらを炙り出すことで自由に行動をさせないことだと私は考えます。とりわけ南国に優しいこんな人たちには注意が必要です。こんな人たちとは反日左翼、ネットスラングで言うパヨークパヨクです。なぜなら隣国としての人間愛や友情として南国を擁護しているのであれば、南国の保守派や反ムンジェイン、つまりムンジェイン大統領を批判する人たちだって同じ南国の方々、つまり南国の保守層の人たちも応援しなければならないはずなのに、そうした言動をするこんな人たちを見たことがありません。またジャーナリストの篠原丈一郎さんが月刊花田の10月号そして11月号と立て続けにスクープしたように、ムンジェイン大統領は朝鮮労働党の党員だった、すなわち金正恩委員長に忠誠を誓った忠誠の人だった疑惑を踏まえて、北朝鮮主導による赤化統一、その危険性を指摘することこそ西側陣営というか自由主義民主主義陣営の責任だと私は考えるのですが、篠原丈一郎さんの超ド級スクープから1ヶ月が過ぎても、既存のマスコミの皆さんは報道しない自由。こうしたこんな人たちや既存のマスコミの態度から、日本のマスコミは米国寄りだとくっきりと浮かび上がってきます。繰り返しますが、北朝鮮は未だに我らが同胞を拉致したまま返さず、核実験を続けミサイルを飛ばし続けています。そんな国を応援しているのが日本のマスコミであるならば、やはり日本のマスコミは国民の敵なのではないでしょうか。そしてこれをポロリしていたのが経済評論家の常念司さんが、あれが南国だとからかうジャーナリストの青木治さんです。10月1日に政治ネタを扱っているサイト政治知信に掲載されたのはこの発言。ノムヒョンは小泉政権との間で3つ抱えたんですよ、課題をね。一つは靖国参拝ですよ、一つは教科書ですよ、もう一つは竹島ね。僕は政権の人たちに取材しながら話したんですけど、優先順位をどうするかといったときに、僕は小泉の靖国参拝を1位にしなさい、2位教科書、3位竹島だと。なぜなら靖国問題は小泉さんが判断すればいけないんですよ。竹島なんてのは解決のしようがないんですよ。ところがノムヒョンさんというのは近代中さんなどと違ってその辺の下がらないので、話長えよというよりも、ノムヒョン側に、つまりは南国側に立って日本を攻め立てる方法をアドバイスしていたのがジャーナリストの青木治さんだということです。この発言は2012年の5月30日に行われたネットと愛国の闇と題されたイベントで、ネットと愛国という本を出された安田光一さんとの対談の中で飛び出した発言です。これについてジャーナリストの篠原丈一郎さんはご自身のネット番組の中で、本当のブレーンならこう名乗らないとご指摘されていました。確かにその通りで、ちょっと話した関係を自慢していたっていうことじゃないでしょうか。それが証拠にノムヒョン元大統領は青木治さんのアドバイスに従っておりません。一方、このノムヒョン元大統領の最側近だったのが今のムンジェイン大統領、そしてそのムーンさんの後釜と言われているのが玉ねぎ男ことチョ・グックさん、そしてこのジョ・グックさんが今の日本の安倍政権の考え方を知るために大絶賛したのがジャーナリスト青木治さんの日本会議の招待です。見事に点と点が線として結ばれます。そしてその結んだ線を伸ばしていくと何かがあります。私は一貫して指摘し、経済評論家の常念司さんも近頃そちらに舵を切りつつありますが、ジャーナリストの青木治さんは、俺がペイコクだ、いずれにせよ
日本国を攻撃するようなアドバイスをした青木治さんの発言に、私はこの言葉が思い浮かんで離れません。売国だ。売国だ。なお、青木治さんがポロリしたネットと愛国の闇のイベントのその日時をツイッターあたりで探ってみると、他にもイベントに参加された著名人がいたようで、ノイホイさんや室井佑月さんのお名前を見つけました。私がこの番組で何度も指摘しているように、こんな人たちというのは杉の子のように地下茎でつながっている。そしてこれまではそのつながりを利用して無関係なふりをして、しっかりと情報を共有しつつ社会問題を作り出してきました。今の愛知トリエンナーレも同じくと私は見ています。しかし残念、ネットに情報が半永久的に残される時代になって、こんな人たちの特徴でもある手柄自慢、あるいは自己紹介、そしてそれが発掘され拡散されることで国民の敵を浮かび上がらせてくれております。油断ならないのはもちろんマスコミだけではありません。政治家はもっと危険です。これはリップサービス程度の話かもしれませんが、赤羽和義国交大臣は日韓交流のイベントにて、韓国は日本に文化を伝えた恩人のような国と発言されていたようです。南国には折り紙も剣道もソメイヨシノも自分たちの国が起源だというオリジナルという発想があるようです。あちらの国があちらの国内で何をおっしゃられようが知ったこっちゃございませんが、あちらの国以外では通用しないロジックです。そして我が国において中国に行くために通過したことはございますが、その通過しただけで何かを得るというのはありえんていなお話。道路を歩いただけで知識や教養が身につくんであれば、全国の受験生の皆さんは今頃四国のお遍路周りに出ているのではないでしょうか。アホか。この赤羽大臣は公明党の議員さんで、その支持母体は言わずと知れた創価学会で、あそこは南国にとても親しいということはつとに有名ではございますが、国会議員なら日本の国益、我々日本人のために言葉を発し行動してほしいと願う今日この頃でございます。赤羽大臣にはぜひ三浦小太郎先生が解説を書かれた初等科国史、こちらを読んで日本の歴史について、文化歴史について学んでいただきたいなと思います。この本は10月4日に全国書店に並ぶ予定なのですが、チャンネル桜にてご一緒させていただいたご縁から一足早く読ませていただきました。戦前の昭和17年の国史、日本の歴史なのでわざわざ日本とは入れません。国史です。国史の教科書です。こちらの百田直樹さんの日本国記が、百田さんが語り尽くしたいことを書いた日本国記であるのに対して、その核に絞り込み、つまりは天皇陛下を軸に語られた国史の教科書です。心の底からお勧めする一冊です。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全消滅期というものが出ながらに乗るゲストだと、赤が勝ち、ヤクザが撃って、また帰る、ヘニュークンすごい、ウルクンすごい、日本別にすごくない。
病気だってあなたに会えたからと、番組を最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんグー。私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグッド、おめでとうございます。そして私と同じグーを出したあなた、俺に本気を出させるなんて、あんたいいパンチを持ってるぜ、何者だ。そしてチョキを出したあなた、ラブ&ピース。それでは本当のバイバイ。